13日午前7時頃、安徽省鄭東県にて、道路が約100平方メートル以上にわたって陥没しており、深さは約3メートル、地中に埋められていた缶が露出してしまっている状況で、ちょうどその場を通行していた大型ミキサー車が穴に落ちた。事故発生後、安徽省鄭東県の責任者や関連部門の責任者が現場に向かい、事故原因の究明のための調査を開始した。この事故により、3人が負傷し、病院で治療を受けている。なお、事故原因は、現在調査中である。